ひとつき満冊、清水です。宮田です。コロナウイルスに関してですね、初めて見る人もいると思いますので、最近は説明つけてんのか。はい、はい、元気な時は月1500冊、はい、読書ができる、はい、だけどうつ病上がりなんで最近は2、300冊、はい、という、読書家、倦怠的読書家。けしからん。ひとつき満冊はひとつき1万冊読みたいという希望を持ってですよ、はい、やってるんですけど、200なんて1万の何分の1ですか？50分の1です。そんなのいいと思ってるのがね。もうダメだ、俺にはもうやる資格がない。叱咤激励する、女子の平田です。まあそんなわけでですね、はい、うつ病にはですね、うん、励ましは禁止とあるんですが、うん、実はそうではないという本とかもですね、うん、あったりして、ありますね。うつ病関連だけで300冊くらい、読んでですね、もうできる、まさにうつ的。あと50倍。50倍。読んだ。50倍読んだらあれだよ。1万5000冊だから。まあそれでもいいじゃん、超えてんの。やだ。もうのんびり生きていきたい。そんな私でもちょっと許せないことがありましてですね。なんだなんだ。なんだ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 。こう愛知県で有名になってしまったですね、うん、ウイルスばらまき男と言われている。ね。この言い方もね。この言い方でただいまですね、絶賛ネットで炎上中の人なんですけども、これね、個人の人がね、許さないと、まあ怒る気持ちはわかります。私もこれはおかしな行為だなというふうに思うんです。私自身もね。だけどもマスメディアまで一緒に叩いてたらもうダメだろうと思うんですよね。個人というのは2つありますよね、はい、1つは全く関係ない第三者が、うんうん、なんだろう、すばらまき男とかふざけんじゃねえとかっていうふうに叩いてる、うんうん、ね。まあ、これはもうただのアホなんで、うん、まあいいやと。なるほど。でも気持ちはわかります、うんね、気持ち的にはなんてアホなことしてるんだって私も思うよ、うんうん、思うけど、それをねわざわざネットで書くか、うん、ちょっと気持ちだけに置いとくかっていうのはこれ大きな隔たりがある。迷惑だなって思った、うん、迷惑って書くかとかね。これは例えるんだったら、うん、なんかね、よく芸能人の不倫とかあったらさ、うん、ネットでいっぱい書く人いるじゃん、うんうん、ね、で不倫は良くないことだと、うんうん、いうことで、うん、それを見てね、まあ嫌ねっていうふうに思うと、うんね、それ自体は、まあ、自然な感情、うんうんうん、でそれを例えばすごい昭和的なイメージなんだけど、はい、団地のね、うん、井戸端会議みたいなところではい、はい、ちょっと何々さん不倫してるんですって、うん、もう嫌ねテレビ見たみたいな感じでこう言うのは、うんうんうん、まあまあいいでしょ別に、まあね、話題の一つとして別に世界に発信はされないから、ね、そうそうそう、うん、でもそれをねネットでわざわざ書くっていうことは、うん、例えるんだったらね、うん、そのね噂をするね人がねスピーカーを持ちます、うんうん、でそして車に乗って、うん、不倫はおかしいと思います、思います、ひどいと思いますっていうふうに言って、うんうん、こう全世界にこう言うようなもんなんですよ、うん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 、それぐらい、それって現実的に考えてだいぶ開きがあるよね。ね、それは SNS っていうことによって心理的ハードルが下がってるけど、うんうん、全世界に言ってんだということはねやっぱり考えておいた方がいい。なるほど。ただし個人として気持ちは分かります、はあ、やってはいけないことなんで、ね、で次に個人、はあ、誰か今回被害に遭ったお店の人たちです。ああ、はい、そう、怒って当たり前やわ。そうだね、うん、それは怒って当たり前や、うん、それは当然です、うんうん、ね、だけども、うん、マスメディアまで一緒に叩いたらね、うん、これはね絶対ダメです、うん、ということについて、そこと話をしていきたいなと。清水さんがちょっと前にいるとちょっとボケちゃうと思っております。はい、はい、よいしょ、マイクを近づけよう、はい、よいしょ、平さんもちょっとマイクを近づけておきましょう、うん、はい、でね、はい、でマスメディアの、うん、報道をですねこういろいろ見てみました。はい、マスメディアの報道を見たの？報道。今回のね、その前にね、うん、まあいろいろ印刷したんですけど、うん、どんな人なのかっていう報道にされている限りで、うんうん、はい、調べると、まず50代だということが分かっています。そうですね。で、息子さんがいるというのも分かっています。はい、で、さらに言うと、ご両親がコロナウイルスにかかっている。80代のね。うん、まあ、おそらくは80代という。うん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 、まあ、50代で、仮に55歳だとしたらですね、はい、25歳で子供が生まれて、うん、いるんだとしたらね、うんうん、お父さんとお母さんが25歳の時に生まれたお子さんだったら80代のご両親なんですよ、うんう
ね、でその実家に暮らしてるわけです、うんうん、で、 なんか息子さんもいるらしいと、うんうん、っていうふうに考えると、はい、まあ、 田舎のね、うん、おじいちゃんおばあちゃんがいて、うん、孫もいてみたいな、そういう家庭ですよね、うんうん、その、お父さんとお母さんがまず80代のね、うん、コロナウイルスにかかっちゃったわけですよ、そうね、おそらくは80代、うん、で高齢者 の、 コロナウイルスの、死亡率というのは非常に高いので、ね、まあ、すごい不安になるでしょう、うんうん、でさらにそんな中自分もコロナウイルスにかかっちゃった、なっちゃった、これはもうすごい、もうある意味、うん、自暴自棄になってしまっても仕方ないくらいもう悲惨なストレスがかかるしね、状況ですよね、うんうん、でそういう人はねやっぱり追い詰められるわけだから、はい、まあ、自暴自棄になっても仕方ないある意味、うんうん、やってはいけないことではあるけども、うんうん、立場のことを考えると、ね、その人のことをおもんばかると、はい、でそういうふうに考えていくとね、どちらかというと、うん、コロナウイルスにかかったことはね、うん、この人が自己責任でかかったんだったら、うん、これは良くないことですよね。自己責任で風邪にかかるって、例えばコロナじゃなければお腹出して寝てるとか、いや、そうじゃなくてですね、コロナウイルスをばらまいてやるって言ったのが問題なわけですよね、うん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 、そうじゃなくてコロナウイルスに俺はかかりに行ってやるっていうふうに言って、うん、病院に侵入してベロ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 ってこうしたと、で、それでそれを、はい、お父さんとお母さんペペペペペペペってこう唾を吐くと、何をしてるのか分かんないけど、まあ、ちょっとやばいね、うん、あるいは中国の武漢に行って、はいはい、こうわざわざ感染して帰ってきてやったぜみたいな、はいはいはい、これはもうダメですよね、うん、完全に自分の意図でかかったわけですよ、うんうんうん、でも報道を見る限りですね、でそしておそらくそんなことはないわけですよ、うんうん、普通に暮らしてたらなぜかかかっちゃった、うんうん、お父さんお母さん、うん、80代のお父さんお母さんもかかっちゃった、そうだ ね、 ね、 そういう人たちですよ、日本にいるコロナウイルスにかかってしまった人たちっていうのは、まあそうだね、ね、可避だからね今ね、ね、うん、じゃあそういう人たちをサポートするのは誰の役目なのか、うん、これ政府じゃないですか、そうね、そうじゃないですか平田先生どうしたの、ね、そうよ、ね、そんなぼんやりしてた話、いや別に、はい、でそうなった時にだよ、はい、こういうふうな病気とか感染症にかかってしまった人は、うん、政府が手厚いサポートをするべきだよね、てかまあするって言ってたよね、で言ってんだけど全然まだ何も予算も決まってなくて、うん、何にもやってない状態なんですよ、いやすごいゴジラ来たのみたいな、ね、うん、ね、ああ新ゴジラね、そうそうそう、はい、でそういう状況の中で私が確認した限りコロナウイルスばらまき男というふうに言ってる、うん、まあ、いろんな報道とかをね、うん、見る限りですね、そこを批判してるメディアを私結構結構ネットで調べたんです、うん、コロナウイルスばらまき男で検索したり、うん、コロウイルスをばらまいてやる50代男性とかでね、うんうん、検索したけどそこを批判してるメディアはねないのよ、え、どこ、要するに国を批判してないの、一緒になって乗っかってウイルスばらまき男とんでもないっていうのがね、なるほど、みんなで叩いてるの、でそれを見たネットの個人の人たちがさらに、うん、こうどこのドイツだみたいな感じでこう言ってるわけ、うん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 、これはね異常、うん、かなり異常、それは個人の個人の批判をメディアがやるから異常なの、個人の批判だってさ、うん、メディアはさ、うん、単にねコロナウイルスにばらまいたやつがいるっていうふうに言うだけ、うんうんうん、だったらいらねえじゃんそんなの、まあそうね、ツイッターでつぶやいとけよっていう共同通信も配信してたし、うんうんうん、でテレビ局もやってるわけ、ね、どういう感じなのかというと、うん、まずですね、何からいこうかな、まあ、こんなにあったのね、大日本帝国新聞たるですね、産経新聞さんからはい、産経新聞さんはですね、大変素晴らしい記事をいつも書く、はい、今回 の、 今年の元旦もですね、うん、炎で一つになる日本、よみがえれ日本みたいなね、東京五輪万歳みたいな、そういう今もそういう宣伝してますね、はい、まあ、産経新聞さんというのはそういう新聞なんですよ、で、
その新聞の報道によるとですね、まあ、ここら辺で取り上げるやつは下にYouTube の説明欄にリンク貼っとくんで、興味あったら見てください。そうね、はい、時間が経つと消えちゃうんだよね。いや、産経新聞は大丈夫、ヤフーニュースとかだったら、あ、そっかそっか、配信先だったら大丈夫、消えちゃうんだけど、配信元は、ね、はい、ウイルスばらまく、はい、愛知県蒲郡の感染男性法的責任元、うん、非常に強いね、強いですね、これ事実の報道だけではないですよ、うん、もう、そうだね、はい、で、こういう報道があるんですけども、うん、新型コロナウイルスに感染者うんたらかんたらどうのこうの、ああだこうだっていうふうに書いてあって、で、何があったかということが書いてあってですね、うん、法的責任、男性の法的責任の有無や、うん、検査や待機の強制の是非は専門家に聞いてみた、うん、というふうにあるわけなんですよね、うんうんうん、でそれに対してですね、損害賠償も、うん、損害賠償請求もというふうに書いてあってですね、うん、テロ以外の何者でもない、店は被害届を出すべき、全国での拡大に収束が見える中、男性が取った非常識な行動にネット上を中心に批判が殺到した、このケースで男性が何らかの法的責任を負うことはあるのか、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は誰かの感染が判明した場合、傷害罪の適用は可能だとの見方を示す、うん、ただ立件するには男性が原因だった、ことを明らかにする必要がある、うん、若狭弁護士は感染者が感染拡大の意図を持って入店した場合は偽計業務妨害、脅迫罪、軽犯罪法違反などの罪で取り締まることも想定されると指摘し、感染抑止に努める人の心を踏みじる行為だと憤る、うん、男性の来店が原因で店が休業や閉店するなどすれば損害賠償を求められる可能性も否定できない、うん、というふうに書いてて、あとはまあうんちゃらかんちゃらどうのこうのというふうに書いてあるんですけども、まあ、インフルエンザ、新型肺コロナウイルスに関する、まあ、他のことが書いてあるんですけども、私がさっき言ったような、うん、この男性側に対して、うん、寄り添った、うん、まあでもこの男性がどうしてこんなことしちゃったのかしらというような、うんうん、報道がですね、うん、ありません、うん、はい、でこれに関してですね、2つ突っ込むところがあります。2つ、はい、1つはですね、新聞の報道の、倫理要項というのがあるんですね、新聞のこの、日本新聞協会、日本新聞協会社団法人、はいはい、あるんですよ。これもリンク貼るの？リンク貼ります、はい、新聞倫理要項というところにあってですね、うん、ここにですね、正確と公平と、新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追求である、報道は生活かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない、論評は世におもねらず初心を貫くべき、ね、公正と書いております、はい、この記事にどこに公正性があるのか私には全く分かりません。はいはいはい、はい、あと、男性側の意見を載せてそうですね、あと人権の尊重と書いてありますね。新聞は人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する、うん、報道を誤ったときは速やかに訂正し、正当な理由もなく相手の名誉を傷つけたと判断したときは反論の機会を提供するのは適切な措置を、なるほどと書いてあります、どこに反論の余地、ね、個人人間の尊厳に最高の敬意を払った記事なのか私には分かりませんでした。でそういう意味ではですね、なんか倫理要項って本当に意味ねえなというふうに感じますね。それはいろんな報道を見てても、はい、いろんな報道を見ててもそうですし、私自身も事実無根の報道をされたことがあるので非常にわかります。あれに関して本当実験はどこにあったんだろうな。何もありませんね、はい、まあその話は長くなるから、はい、まあ、別にそれは今回の主題ではないの で、ね、はい、でさらにもう一つの突っ込みところはですね、この大日本帝国産経新聞さんはですね、うん、誰にこの専門家の意見を聞いたかなんですよ。東京地検 元東京地検特捜部副部長ですよ、はいはいはい、バリバリの権力側じゃねえかと。まあそうだ ね、なんでここで人権派弁護士とか出てこないのと。ああそういうことか。そう、あそういうことか。だからもうこの記事はですね、うん、最初の段階からこの過激なことを言う人を選んでるわけです。でもただ立件するには男性が原因だったことを明らかにする必要があるが、まあ一応反論の余地なんです。まあ一応ね、だけどここに、ね、感染抑止に努める人の心を踏みにじる行為と憤ると書いてます、ね、会ったことあんのかこの若狭弁護士は、ね、事情を知ってるのかと、うん、まあ、あとこのね、
最近やっぱり気になるのは、男性の取った非常識な行動にはネット上を中心に批判が殺到したっていうところ、ネット上を中心に批判が殺到したって大した意見じゃないだろうというのが、まあ、正直思う、ね。まあ、新聞もあの特に産経新聞さんとか、残念ながら売り上げ急減しておりますので、うん、もはや全国紙ではありませんので、なるほど、まあさすが産経らしい記事だなと、うん、でこれ ね、こういうふうに、まあ元権力側の人ですよ ね、の人にこういう意見をして過激な意見を書くと、うん、でそれに対して読んだ人はどうなるかっていうとね、うんうん、いやけしからんまさにその通りだってなるわけですよ、うんうん、でそうするともうウイルスかかったやつは隔離しとけみたいな風に、まあね、個人の自由をね、制限する側になるわけです、うんうんうんね、そうですね、でこういう風にどんどんなっていったら、うん、どうなるかっていうと政府の権限がどんどん強くなってきますよね。我々の人権も侵害される可能性があるわけだから、これは報道によって個人のその人権が侵害されているのと同時に、そういうふうにあのミスリードをしている人権に対する、うんうん、なるほどね、だから二重で、だからこれね良くないと思いますよ私。良くない記事は他にもあるんでしょう、はい、でこれがあの一つ、いやでもね東京地検特捜部のね、うん、元東京地検特捜部のね副長ね、うん、あのすぐにこうインタビュー来れるっていうのがね、こういかにあの仲良しなのかということが分かりますよ ね、 ね、はい、そうか、感染抑制の人の心を踏みにじるのか、なかなか言いますね、はい、で他にはですね、はい、コロナ、今回の感染男性が移してやると飲食店をはしごした行為は傷害罪、小川康弘氏が指摘と。大変じゃねえの、安弘じゃない、大変なの、まあいいや、小川さんって誰、ですね、というふうに言ってるんですけど、はい、元神奈川県の刑事で犯罪ジャーナリストの方ですね、へ、はい、もういきなりですね、これジャーナリストの発言んっていうような気もするんですけど、ジャーナリストというのは基本的に公平であるべきというような小川さんも言ってますね、はい、まあさすがあのまたこのね元刑事出身と、これもまた権力側の、元刑事の人ですよね、これをこう引っ張ってきてですね、本人が新型コロナウイルスの陽性と認識していることから傷害罪になると、うん、すごいと、うん、この人はあの傷害罪になる可能性があると言ってるんですよ。傷害罪になりますと、やっべ、すごいですね、この方の裁判官ですね、知らない警察に送ってないのに、はい、ってことね、逮捕をして、うん、警察が逮捕します、うんうん、でそしてから検察に行きます、うん、でそして刑事裁判にかけられて、でそこで有罪が確定して初めて罪が確定するわけですよ、はいはいはい、にもかかわらずですね、この人も即断、うん、三権分立なし、うん、いきなり傷害罪って、なるほどなるほど、せめて傷害罪になる可能性があると。ちなみに何のこれはメディアだったん、これはなんだっけ、毎度なニュース、毎度なニュースっていうふうに書いてますね、うん、まあ確かにね、うん、それは気持ちとしては分かりますよ、もうそれ傷害罪だとか偽計業務妨害だとか脅迫だとかね、うんうん、もう迷惑な行為だから立ったら特にそういうね、うん、そうそうそう、絶対そうです、同じ店にいた人にとってはやっぱ迷惑だな、絶対そうです、だけどもこの記事も、うん、なんていうかやっぱりね、引用の仕方がね、うん、他のね例え話もね、うん、小川氏は過去に性病がかかっていることを自分は承知の上で性行為に及び、うん、相手に感染させたものが傷害罪で適用されたケースがありました、はあ、今回も本人が認識した上で感染の可能性がある場所に感染させる行為で目的であえて行ったということですが傷害罪になりますまた断言してるけど、性病っていうのとさ、うん、例えてるっていうのが、そうだね、ちょっと違うよね、非常にこうなんか恣意的だよね、そうだね、うん、連想させるイメージとして、ね、そう、これはちょっと公平だと私はちょっと思えないな、うん、うん、でやっぱりねこの毎度なニュースさんも一体どんなところなのか私知らないんですけども、ですね、やっぱりじゃあどうして男性はこういうことをしてしまったんだろうと、うん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 、政府はどうあるべきなんだろうっていうことを書いてないんですよ。なるほどね、そうね、これはねやっぱり非常に危険、うん、ですよ、うん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 、
でね、例えばね、このハフィントンポストの記事なんだけども、はい、テロリストの動画は流すべきか NHK と BBC の報道ガイドラインを比べるとっていう、コロナとは関係ない、うん、ものなんですけども、ね、ここにテロであったとしても、はい、テロ報道にあたっては為政者の言い分を一方的に伝えるだけではなく、テロが生まれる背景やテロをなくすために何が必要なのかと個別の事情をきめ細やく伝える、うん、専門家にコメントを求める際には人選が特定の立場に答えろないように配慮する。それは難しいんじゃない？それは今のやつだと思う。結構恣意的ですよね。うん、でもさ、その恣意的にならない、まあ、これはテロだからね。テロの場合なんで、はい、でもさ、ネットにはね、これもうテロだっていうふうに言ってる人もいるわけですよ。だったらマスメディアとしてはこういうことをきちんと配慮して報道するべき、うんね、ちゃんと職業倫理を持ってるんだったら。なるほど。ですよ。まあ、不特定多数への攻撃じゃ攻撃なのかもしれんけど、はい、よいしょ。他にもライブドアニュース、ライブドアニュースですね。あ、ちょっとこれ、その弁護士がどこ出身なのか書いて、障害者の恐れもって書いてある。それは恐れだね。弁護士ドットコムからのあれか、うん、名前なんて書いてる？ここ沢井康夫さん、あったあった、ここに書いてあるよ。警察官出身。書いた。警察官出身。なるほど、はい、ですね、ライブドアニュースで弁護士ドットコムニュースから転用されてるやつなんですけども、新型コロナばらまいてやるは傷害罪の恐れも、感染者の出歩き制限できるかと。まあこれはまだですね、さっきの毎度のニュースさんの障害罪罪っていうふうにこう断言してるものと比べるとちょっとまだね、ちょっとまだマシ、まあ、つっても余裕があるというぐらいなんですけど、やっぱりね、こうインタビューしてるのが、うん、警察官僚出身なんですよ、うんうん、これはでも彼らの言い分から言えばさ、もしそんなことをあなたもしたとしたら傷害罪だから気をつけるのよっていうふうに、啓発したかったという前あれじゃないの。まあそういうふうに言いたいと思うけど、だったらあえて個人を特定する必要ないですよね。それは確かにそう。わざわざまあこの50代の男性がっていうふうに言わなくていい、うんうん、ね。そうだね、うん。別にこの人のことを言ってると言わなければいいんだよね。そうですそうです。あなたがもしかかってしまった場合にいろんなところを分かっていていくのはダメですよっていうふうに言いたいんだよね。うん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 。そう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 。今回の男性もって書いてあるもんね。そう。いやだからここにさ、感染が、うん、最後の方にね、うん、感染が分かった人出歩き防止はできないのかと聞いてるんだけども、うん、そもそも感染者に対して自治体は強制力を持たないのでしょうかと、うん、こう聞いてるんですよ、弁護士ドットコムニュースさんが、うんうん、ね、コロナウイルスは感染症法に基づき指定感染症に指定されたことから、都道府県は感染者を強制入院させることもできます、うんうん、ただし現行法は強制的にできる入院だけなので、身柄を拘束するなどして行動そのものを制限することはできません、うんうん、したがって感染者が自宅待機要請を無視して外出すること自体を制限することはできないことになります、うん、陽性が発覚したら直ちに強制入院させるなどの措置を取ることで感染拡大を予防するしかありませんと。なるほど。やっぱりこれも個人の自由を制限させるべきだっていう、どちらかというとそういう論拠に言ってるよ ね。で、残念ながらこれにもどうしてその男性は、うん、そういう行動を取ってしまったのかとか、まあそういう寄り添う側、男性側の意見は何なのか、でそしてこういうことを起こさないように個人の自由を制限するだけじゃなくて、うん、もうちょっと優しいサポートはできなかったのかっていうことは書いてない。そこを話すと論点が違うみたいな感じを感じてしまうね、ここの文脈だとね、うん、でですね、大変残念なことがありましてですね、私、この記事をこういうなんか誰かまともなこと言ってないかなっていろいろ私探していたところですね、とある方がとんでもない発言をしているということに気づいて、大変ちょっとあらということになりまして、これ何かというとですね、コロナ陽性なのに飲食店8号50代男性にテレビ出演者激怒 100% テロ、国家によってはその場で射殺と、国によってはその場で射殺という、なかなか過激なこと言うね、なんじゃこりゃというふうに私思ったんですけど、これスポニチの記事なんですけども、これは東京 MX のバラ色ダンディ、
は聞いたことがあるような気がします、ね、聞いたことがあるようなあのやつですね、愛知県、蒲郡市50代男性が新型コロナウイルスに陽性を示し自宅待機を要請されてもかかわらず飲食店に出かけた件について出演者から激しい怒りのコメントが相次いだ。男性はコロナウイルスをばらまいてやると家族に話し、飲食店2軒をはしご、そのうち1店の店内カメラに映る男性の姿がテレビ各局で報道され、女性店員の肩に、腕を回すなどの姿が報じられた。改めてその映像を見た漫画家の倉田真由美氏、うん、最低すぎてちょっとびっくりしましたと呆れ顔、うん、まあここら辺は、もうあれはただ威力業務妨害っていうだけじゃなく本当に人の命までも危うくさせてる、とんでもないですよ、本当にとんでもない、顔隠さなくていいんじゃないと激怒したと。要するにあの報道されてる時にはあのモザイクがかかってるんで、そりゃそうだろう、うん、まあ、一応報道というのはそうです、ね、公平を期さない、まあ、残念ながらあの倉田真由美さん、まあ、漫画家なんで別にそれ知らなくても当然なんですけども、あのあれ、報道 の, あのルールとかですね、プライバシーに配慮すると、プライバシーに配慮することとか、あとはその人権に尊重するとか、うんうん、っていうことに関しては残念ながら、うん、あのちょっと不勉強、まあでも漫画家だからねって、まあ、仕方ないかなって私は思って、次に、まあそうですけどね、うん、あのすいません、あのちょっとあの漫画家の平田裕貴さんにちょっと漫画家を決してあのそういうふうに言ったわけだ、あの漫画家の方も賢い人はいっぱいいます、はいはい、平田さんも漫画家です、はい、変なところから、ね、お詫びして訂正いたします、はい、次に、また言語学者の、キム・キンジュ氏はもう 100% テロでしょ、不特定多数の人を犠牲にしてるとこちらも怒りを隠した、うん、これもテロと言ってますよね、うん、はい、でこっからがね、うん、科学者の友部秀俊60、あ60だったんだっていう、うん、これはバイオテロじゃないですか、明らかにね、本当に国によってはその場で射殺もありえますよねと男性の行動を切り捨てた。射殺の言葉にスタジオに苦笑いにも広がったが、トマビ氏は本当にありえますよな、アメリカの南部10州だったら自衛のために他の人に射殺される可能性は十分ありますと真剣な表情で続けたと、うーん、書いてあって、まあこれ私番組見てないんでどういう意図で発言したのかはちょっと把握してないんですけど、文脈がね、分かん、私がね、うん、あの今あのいやこういう報道に関しては、うん、やっぱりあの一方的に個人を糾弾するわけではなく、うん、公平に見て、うん、見た上 で, でその上でやっぱり個人を攻撃するんじゃなくてそういう問題が起きないようにするためにはどうしたらいいかと、うんうん、で常に個人を攻撃するのではなくてやっぱり権力側を監視するべきだと、うん、そういうふうに、ちゃんとあるべきだと、うん、いうふうに教えてもらったのは友達さんの本なんですけどてかこのチャンネルもともとね、友道さんの本ばっかり紹介するので最初ばっかりじゃない、ばっかりじゃない、そうだったっけ、うん、ばっかりじゃないです、でも多かったよね、まあ多かったけど、いやだからちょっとこれえ、いや、まあ人は変わる、何か変化があったのかもしれぬ、うん、我々には分からぬ深淵の世界なのじゃ、うん、いやだって戦争と差別なくすっていうのがあの人の公言してたことだけど、え、何、ウイルスに感染した人は差別して殺していいのって射殺だよ、射殺ですね、ちょっとこれはなーって、まあ、ちょっとショックでしたっていうだけの話なんですけど、なかなかだけでは済ませられない、いやまあまあまあ、まあ、でも別にいいんです、だから今回の、報道に関してね、うん、例えば自殺に関する報道とかもあるんだけども、ね、じゃあまあ今回ネットでいろいろ見てるとですね、うん、あのこれはもうテロだというふうにこう言っている人は結構います、うん、あのさっきのバラエルダンディの話とかもそうだけども、うんうん、でもやっぱりねテロだったとしても NHK のガイドラインとかを見るとあの為政者の言い分を一方的に伝えるだけではなくテロが生まれる背景やテロをなくすために何が必要かなの個別の事情をきめ細やく伝えると、これは NHK と BBC の報道が、うん、こっちは NHK か、 NHK の報道ガイドラインっていうふうに書いてあるんですよね、もしテロというふうに言うんだったら、言うんだったらそこはそういう配慮すべきだろう、配慮すべきじゃないのっていうふうに思うわけですよ、うんうん、ね、うん、だからそこら辺がねなんかこう、いやなんか私今回ね例えば、うん、あの大学の教授がね、まあ、あの日大の大学院の新聞学研究科の教授が、新聞学っていうのは新聞の文学の、はい、新聞学、新聞学、はいはい、新聞ニュースペーパーです、はい、スタディ、あのでこれとかもね読みましたけど、うん、どこを読んでもね
もうなんとなくテロだというふうに思ったらボロカスに叩いていいですみたいなね書いてないのよ。ね、まあ、そういう意味ではテロとの卑劣なテロとの戦いとかっていうふうに大統領が言ったりするのもちょっと危険なのかな。いや危険ですよ、うん、大変危険です。でまあいろいろあるんですけど、例えば薬物ガイドライン、薬物報道の、ね、あのガイドラインに関しても、はい、やっぱりまあその一方的なね、例えば、うん、あの犯罪者扱いしてはいけないと、うんうん、で依存症の背景には貧困や虐待など社会的な問題が根強く関わっていることを伝えましょうと、うん、根深くですね、あ根深くね、うんうん、あの伝えましょうって言ってるわけですよ、うん、じゃあやっぱり今回のことがどういう背景で、はい、なんで起きたのかっていうのを、うん、やっぱり調べずにこんだけ個人をマスメディアが叩くことはおかしい、うん、ほっといてもこんな時代なんだから個人叩きはねネットがね、うん、やるんですよ、うん、もうそれは止められない、もう任しておけばいいっていうふうに書きましたけど、これは ね、やっちゃいけないんだけども、うん、でもやるとはやっちゃうからね、やってる人はやっちゃうと。う、ね、でもマスメディアはこれは良くないだろうと。なるほどね。そうね、だってマスにあの対して伝えるのがマスメディア、うん、でじゃあ次にね、はい、いやいやもうマスメディアこういうことが起きないようにするためには、うん、マスメディアの含めて袋叩きにするべきだと、うん、あ彼をね、うん、そういうふうな意見を持ってる人もいるでしょう、うんうん、だけども残念ながらそれは逆効果です。どういうこと、何が逆効果なの。あのこういうふうにね、うん、コロナウイルスばらまいてやるっていうふうに言った人が大量にこんだけ話題にされるんだよ、うん、なるほどじゃあ同じように自暴自棄になったりした人とか、例えば秋葉原の、うん、に突っ込んだ人、うん、いたよね、いて殺しまくった人もいたよね、うんうんうん、ね、最近だったらすごい痛ましいけど京アニの事件もあった、ね、もっと昔だったら榊原生徒さんとかもあったし、ね、ああいういろんな人がいるわけですよ、はいはい、ね、でそういうようなあの人たち、うん、でやっぱり、まあ、本当自暴自棄になっちゃって、うん、いろんなことを犯しちゃう人もいるわけです、うんうん、まあ、でそういう、ね、そういう人たちの生い立ちとかね、うん、あとはその犯罪を犯してしまった時の状況っていうのを調べてると、やっぱり心理的に自暴自棄になってる、うん、でそういう人たちがもう注目を浴びたいと、うんうん、あこういうことやったら注目浴びれるんだっていうふうになったら続きますよこれ。まあそうね、でそれのリスクも何も考えてない上に、うん、政府とかの対応はどうなんだっていう批判も何もないの今報道で、うん、これはちょっとおかしいんじゃない。まあ、政府としては日本国民みんな一丸となって協力してほしいらしいです、はい、だからまあそういう意味ではね、政府の、ね、新型コロナウイルス対策本部の発表とかを見ると、うんうんうん、国民の皆様に強力な強制を、協力を要請するみたいなことが書いてあって、うん、すごいですよ、ウイルスとの戦いに市民の皆様も参加してほしいみたいな。いやでもさ、それさ言われてすごい反抗したくなる人も確かに出ると思うよ、うん、その言い方何したいとかっていう意味じゃなくてさ、うん、いやだからそんな風にね、うん、政府側は言ってるわけ、うん、ってことは協力に要請しない、ね、うん、協力を、ね、要請して反対するやつは非国民なんですよこれも今、うん、そうね、そうね、でもその理屈で日本は何回失敗しとるんだと、うん、いい加減やめようぜと、うん、すごい強いく私は思いました ね、 なるほどね、はい、けしからん。また近いよ、疲れた、今日は疲れた。清水さんアップダウン激しいかな。もううつ病上がりにね、こういう話題はきついですね。まあでも清水さんセンシティブだから結構いろいろと考えたり思ったりするでしょ、うん、いやまあ個人としてはさ、これはね、うん、まあ許せないですよ、うん、許せないけど個人として報道の仕方というものはあるだろうとね。だってさ、権力持ってる側がさ、うん、個人と同じ感情で動いちゃダメだよ。そのために憲法があるんだから。それはそうね。ムカついたから別に叩いていいんだっていう感じで、うん、政府、自民党とか安倍首相がやりだしたらね、うん、もう独裁国家だよ。いやそりゃリンチですわ、はい、ね、で全体主義っていうのはね、一、うん、人はみんなのために、みんなは一人のために、うん、簡単に言うとそういうことですよ、うんうん、ね、全体のためにやりましょうと、うんうん、逆に言うと全体から外れた人間を排除していいと、うん、いうことになりますので、報道側がね、なんか一緒になってネットと一緒に叩いてるのは非常に危機感を覚えました、うん、なるほどね、はい、あ疲れた。お後ろにクッションあったんだ。
ね、ずっと最初からこうしとけば。うん、そんなわけで今日も読書。まあでもね、あれですよ。いろいろまあヒートアップして言いましたけど、だからね、うん、例えば、はい、報道けしからんとかってね言うだけもやっぱダメなのよね、うん、まあそうね、うん、どうして例えば産経新聞がなんでそういうことをするのかとか、うん、ね、あるいはどうしてこういう報道を、うん、まあ、政府はほったらかしにしとくのかとかね、うん、でそういうことの裏の裏まで書かないと多分まあ単に反対の反対の運動のためになってしまいますので、あんま意味ない。本読んで賢くなろうね。はい、でも疲れた時は寝ます。じゃあもう今日寝んの？ご飯食べます。お疲れ様です。今日も読書。もう9時半だったんだ。